こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。京都言葉 RPG ことだまんを始めていきましょう。なんだこれ。後ろには用はない。これ何？そうか、夏を滞在コラボクエストがあるんだ。今回はあと10連無料なんでやっちゃいましょう。気がない。星よ、月よ、私は何者なの？なぜこの地に降ろされたの？7つの紹介大座っていう、7つの7つの大座召喚もありますね。やってみましょう。今回は7つの大座特集だ。夏の滞在ゴートシンゴーセル山頂。もうメリオダス来た。ドラゴンシンメリオダス。料理はまずい。メリオダス出てきました。やりました。見せたい。いいですね、メリオダスが。これがえっ、ー、と進化後6。これは陽属性、光属性か。早速光属性組み込んでみましょうと言いつつ、まだ成長してないんだよな。なんである程度言霊マンのメンツに組み込まないといけない。デッキを編成する、デッキじゃないわ、育成するのはどこだったっけ。これ編成してからじゃないと育成できないのかな。例えば言霊一覧はあった。光属性で染み込むとこれだけ星5星6がありますね。メリオダスはどこだ。これ雷鳴。かなり強化されますね。チハイフルゴールド。
これだ、これはメリオダス。なんだこれ。まあやっちゃおう。お前は本気で俺を怒らせた。なんかいろいろ解放されるみたいですね。そしてまたマックスが。何このレベル1を。タイですね、エビでタイを釣るんだ。よくありますが、その前に、おっと、クエストしないといけないってことですね。そしてあのミリオナスを入れ替えましょう。目は使いにくいけどね。さあ早速そのイベントクエストからやってみますか。7つを滞在、コラボクエスト、バイゼル喧嘩祭り、赤ってこと？赤で戦うべきなんですね。ミユダスはゴールドだが、
いろいろ見つかりました。なんか上がりました。いろいろもらいます。なるほど、バイゼリ喧嘩祭りってそういうことか。これ敵の属性がわからないんだよな。なんでまさきか。一回リタイア。ここでおすすめみんなのクリアデッキで分かります。あ、こうなってんだ。いや、そんなことはないんで早速登場させましょう。光の凄さとは、運が出てくればいいんだけど。ダメです。コンボでした。あと考えろ、感じろ。終わった。あと1回必要。わからん。迷彩がないのか。迷彩ってこともあるんだよ。え、今のは何？汎用的なものは もっと前に使いたいからな。土佐地ってあるんかな。興味ある。一気になんか分からんけどダメージくれ与えた。いい流れです。結構やっぱり新しい言葉もありますね。
いろいろもらいました。次、なんだこの万葉集って。たわけですね、この辺と。2回戦です。みんなをキュリアデッキ見てるよ、本当に。本当に傾向がわからん。好きなものを選んでるだけ見えるけどな。基本的には相性のいい言霊マンと戦わせたいな。どうしセミ作っちゃえば終わりなんやけどなし。セミ作るか。ミカド。4コンボしか取ってない。条件は達成しました。条件達成して一発でやれるのか。おいおい瞬殺だよってわけですね。続きいきましょう。これ決勝戦いよいよ最後です。進めてみよう。だからわからん。
後半伸び悩んだよな。そよ風を甘く見ないでね。ほんとした愛ゆえに。ポッゲーム。やばいなこれ。ダメージを防ぐことだまんとかいないのかな。維新があるだろう。新途中から伸び悩んだ。でも届かない。もう一回だな。っていう都市あるんだけど。残念なとこないです。ジンクスはないよね。神徳、徳、マジン、徳氏。み、コンボ。そよ風を甘く見ないでね。マク。愛ゆえに。絶対いるよね。たじみ。コンボか。固めでも戦える。考えるな、感じろ。せちがらいのじゃ。ようやく倒した。たくさんあります。マトローナとディアンヌは同一人物か。開いた。コラボワードを解放しよう。
個クリア。これアイテムですね。じゃあ最後に、進化しましょう。いいですね、どんどん解放されてる。これポイントが足りない。取得するって何？ああ。なんでまだなんか伸びしろニョキニョキありそうですね。さあイベント1個達成。じゃあみんなで遊ぶか。絶対なないの？いやありますね。やっぱもう間に合わなかったか。やっぱりだった青だな。え、自分が出てこない。間に合った。早速、うん、解散しやがったか。相手が印鑑か。まあ一発で倒せるやろうけどな。これ出番ないかもな、下手すれば。一周買収きた。販売10コンボ。
ず何もしするチャンスないかも。これはもう終わりですね。上金だな。ピーター。結局出番なかったですね。プロの言霊を見た。守れるのは自分だけ。泣いてる暇な。行こう。次みんなで遊ぶ。助けて。涙してますね。強いはずなんだけどな。適正お願いってなんだろう。ボス戦ですね、今回は。さあ、適正にはなってるはず。3番目か。開票。賛否は出ますね。評価。賛否ってあるんだろうな。難しいよ。
近くってかをか一番む回避かな。くっそ、まあ何になってもしよう。格標ってそうあるんだ。もちろんそうか。タカも成立。竹道くんきっと成功する。うわー、ドイツから死にてぇ。山田さん全然これかよ。相手が悪すぎんじゃないの、これ。わ。もう絶望だ。みかんぼ。これはあかん。この時を待ってたぜ。チェックメイトだ。ドイツから死にて。ここまでだもんな。これは勝てないな。それだけ強いんだ。もう一回いけますね。結構難しくなってないことだまん、以前に比べて。価値ばっかりだし、本当求められてるもの。まあ言霊が遊びたいから遊んでもいいよ。青じゃないのかな、これ。あれ出てしまった。しまったな。負けはちょっと多いな。3人でプレイするのか。
それは厳しいんじゃないのかな。依存でも精神だ、これやるもやよっとよ。あんまりダメージ与えてない。強そう、これ強いな相手。何呪われてる。文庫、文庫なんだ。すごい。ぶち壊してあげるんだから。解凍した。私の戦術、鋼の圧縮剣。腹腹くらえ。なすすべがない。奈落への良い旅を。かなり耐えば勝てそう。私の愛で満たしてあげる。汚れるのはあなたの方よ。24分になったらちょっとやばいですね。勝利の宴が待ってるよ。いや、あと3分しかない。大丈夫か。さあ、もう、あの、よし、したら途中でお別れするかもしれません。え、意外と戦術戦これが私の愛よ。昔取った決め使ってやつよ。みんなを守るでござる、うん、厳しいですね、やっぱり。これで決まるか。
リーダー使え、あ、そういうことか、リーダーも使えるんだ。これ右上なんだろうと思った。ということで、強いのは10コーマです。魔人に勝てるとだな。ということでですね、ここで私の愛で満たしてあげる。神は断罪の証拠。もう一回行います。よろしければ、勝ちましたね。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。言霊のプレイリストを説明欄に記載してますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。なんだろう、こちらであわあわ疲れもすっ